秋葉原、秋葉原、やっと。はい、こんにちは、少島よし、浜ゆうと、まさかさんです。んちゃーがなくなりましたね。久しぶりの撮影すぎて忘れてました。忘れたのね。もうね、5回目のサーラリオの撮影なんですよね。はいはいはい。初日はちょっと7匹僕だったんですけど、今回は頑張って撮っていきたいと思います。行きましょう、行きましょう。はい、じゃあいつもの長靴、ぬくくなってきたからこの薄いやつですね。じゃあいつものように氷積みます。氷が命ですね。じゃあ冷凍庫です。はい、だいたい30キロぐらいですね。よいしょ。あー、冷たい。凍る前に出ましょう。よいしょ、よっ、よいしょ。はい、じゃあ船の方に氷持っていきます。よし、この作業が地味に腰にくるんですよ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。バッセ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 、よいしょ。あ、ここで腰岩さんように、よいしょ。はい、2個目です。よいしょ。あ、気持ちいい。何気にこれがやっぱしんどい。よいしょ。で、船の上はやっぱ風、船が走ると風に向かって走るとすごい風吹くんで、重しを乗せておきます。何回もじゃないけど何回か蓋飛ばしてる。はい、じゃあ早速出航していきます。メインスイッチ入れてエンジン始動。それでは松岡さんに表のロープを外してもらって出航していきます。 YouTube を始めて今年の4月で4年目。最初のサーラ漁を動画にするのも今回で4回目です。今年はどんなエピソード、ストーリー、物語があるのか、サワラは取れるのか見ていきましょう。ポイントまでおよそ1時間。はい、じゃあポイント到着したんで怒り売れちます。じゃあ松岡さんお願いします。じゃあ入れます。で、怒り打つときは水深のだいたい3倍のロープの長さを打つ必要があります。まあ、そうしないとうまく怒りがかかないんですよね。真下だと怒りが、爪が浮いた状態なんで、斜めから引っ張ってかけてあげる。で、怒りがかいたらガチッと噛むんで、これで OK です。で、松岡さん、ここから5時まで何かしましょう。はい、5時、あ、6時まで、網やりが6時なんで、それまで待ちます。はい、はい、じゃあおみき巻いていきます。国民宿舎の木下さんのお子さんたちにいただきました。まず船のとっさきとか、あと海とかに軽く巻いてですね、放流を海の神様にお祈りします。昨日ダメだったんで今日はお願いします。暇なんでサイドレース。松岡さんは、僕キャッチャーしてます。キャッチャー、野球のキャッチャーの訓練、これ辛いわ。はい、じゃあ暇なんでドローン飛ばして遊びます。ついでに魚がいないかとか見ましょう。もう場所決まってるんで動かせないんですけどね。じゃあ親父の船遊びに行ってきます。それおもろいな。それではドローンを飛ばして父親の船へ向かっていきます。はい、父親が電話しながら出てきました。さようなら。次は兄の船ですね。兄は今年から船を変えたので、かっこいい船になってます。綺麗です。で、次海の方見ていきましょう。サーラがいないかなってドローンを飛ばしてたら、見てください。なんとですね、ナメソ、まあ砂メリって言うんですけど、この保護対象のクジラの仲間ですね。それがたくさんいました。だいたい20匹、いや30匹はいましたね。これがいるとイワシが逃げちゃうんですけど。普通に取ろうとすると、あの登っていっちゃうんで、ギャッて取らないといけなくて、そんな感じです。
はい、じゃあ網やってないですがお腹空いたんで先ご飯食べます、はい、いただきます。いただきます。で今日のご飯が前日のサワラの刺身と野菜炒めとエビチリとサワラの煮付けとおにぎりです。そして浜湯の海苔概要欄から買えます。はい、じゃあ昨日の刺身に醤油をかけて昨日のサワラですね。どうぞ松岡さん。あ、ありがとうございます。初物です。初物です。いただきます。うまっ。やっぱサワラやね。サワラですね。サワラですね。秋の脂のっとんもいいけど今のなんかサワラって味のあれがうまい。浜湯の味付け海苔でおにぎり食べます。風強っ。はい、じゃあ6時前なんでそろそろイカリ上げて準備したいと思います。それでは大風吹いてますけれども早速網をやっていきましょう。油圧のスイッチを入れてネットローラーのクラッチ、イカリの方のクラッチを入れます。うわすごい。うわーすごい。じゃあイカリも上がったとこでいよいよ網を入れていきます。まあ、ネットローラー周りごちゃごちゃしてまず松岡さんがあの白いでかい受けを入れてですね、次にこちらの灯台を入れます。南が青、南から北にやるんですが南が青、北は赤というわけで風の中強いんですが等間隔に受けを入れていきます。ものすごい風の中等間隔で受けを入れます。で受けを入れて網を浮かして潮に乗って流す、そのことから流し刺し網です。長さは 1500m、 高さは 30m の巨大な網を今網やり終わりました。 OK です。松岡さん、網やり終了しました。はい、ぐっつい波でした、ね、今日は大変でしたね。はい、はい、じゃあ7時半までステイして、はい、そこから送ります。 OK です。はい、じゃあ大体7時半になったんでぼちぼち送ります。さあ風が結局ないでないけど頑張りますか。それでは全然ないでないんですが網を上げていきたいと思います。で風がですね北から南に吹いていたので南側の青灯台から上げていきます。その後に松岡さんが入れてくれたこのでっかい白いフロートも上げていきましょう。ちなみになんですけれどもね、香川県で取れるサワラのうちの9割がこの流し刺し網で取れるというデータがあるんです。さあ網が上がってきました。果たしてサワラはかかっているのでしょうか。で松岡さんとか、まあ、僕とかがこのように等間隔で入れたフロートを回収して柱にかけていくっていう作業を網くりながらずっと繰り返していきます。風の日は本当に大変です。紐はこうやって挟めます。はい、それでは1匹目サワラがやってきました。見事な瀬戸内海のサワラですね。非常に美味しそうです。僕は上がってくるサワラ、サワラうまそううまそうと思います。でこちらの見事なサワラのエラを切って、で尻尾も締めて流水の中でしっかりと血抜きをしていきます。で本当にね、流水の中で血を抜くのが大事で、皆さんも怪我した時に水の中、それからかさぶたができた時、血の出が違うと思います。魚の場合はですね、しっかり血を抜く必要があるので水の中でしっかりと血抜きをします。で今僕がこれ取ってるのはですね、電気クラゲとか赤ちょうちんっていうんですけど、これがね刺されるとめちゃくちゃ痛い。いやー、いい方のサワラがやってきました。サワラはですね、オスよりメスの方が魚体が大きい傾向があります。だ基本的に大きいサワラが来た時はメスだと思ってもらって問題ないです。いやすごい血が出ましたね。今しっかりと血抜きができる感じで非常に気持ちがいいです。血はね抜けば抜くほど気持ちがいい。でサワラの名前の由来はもう何回も言ってるんですけど、狭い腹でサハラって書いてサワラ、それが転じてサワラですね。こちらはマダイがやってきました。天然マダイ、4月とかは桜ダイですね。ピンクっぽいピンク。おー来た来た。
では3匹目のいいサワラがやってきました。でサワラサワラってもう今の日本現代社会ではサワラサワラってねみんな言ってると思うんですけど、江戸時代まではサワラの呼び方って実はなくて、まあ、中国の方で呼び名があって、この見た目とですね獰猛さから馬サメ魚と書いて馬鉱魚と呼んでたそうなんですよ。みんな一つ賢くなりました。さあ鈴木がやってきました。鈴木はですね出世魚で、まあ、生後羽鈴木とかいろんな呼び方があるんですけど、実はサワラも出世魚でサゴシ、関東の方ではナギとかで、その後にサワラっていう感じで、魚は基本的に出世魚です。なんでそうなるかっていうと、やっぱ小さいほど脂がなかったりするから、それで変わって呼び名を変えて、まあ価値とかも変えてるのかなって思います。うん、いいですね。何がいいかは分かりませんが、血を抜くことがいいのは分かります。お、そう、サワラがある程度溜まったら水をかけてしっかり血抜きをして、氷水の中へ頭交互左右にバランスよく入れていきます。うまそうですね。うまそうにしか見えない。でかっ変顔だ。松岡さんを笑っていたら僕も盛大に食らっちゃいました。さあ、ヒラがやってきました。ヒラはですね、岡山県の方では有名って言われてるんですけども、今の若い子は食わないのかな。非常に味はいいですが、骨が多い魚です。それじゃあ、2回目の溜まった分のサワラも入れていきます。溜まったら氷して、蓋をしてって感じですね。で、次、サワラがやってきました。お、落ちたのかな？落ちることよくあるんですよ。で、落ちたのかなと思ったんですけど、2匹見えてたと思うんですが、2匹とも無事に上がってきました。おそらく1回外れてまたかかる。で、網の残りも少なくなってきた。終わったじゃあ網くりも終了しました。というわけで網を回収して、その後に灯台も回収していきます。風の中のね量は本当に 1.5 倍、2倍ぐらいは疲れます。灯台をかけて、その後船をしっかり洗って、本日の漁の分は終了です。お疲れ様でした。アホですね。はい、お疲れ様でした、松岡さん。でした。すごい風でしたね。今日取れたのがこれだけですね。大体35ぐらいかな、魚体が大きいから。これとかも、よいしょ。こんなでかい。でかい。そう、パンや張り付いてそう、張り付いたら飛んでくる、飛んでくる、ピュー。じゃあ帰りましょう。帰りましょう。風吹いてるんで気をつけて帰ります。帰ります。はい、じゃあ帰ってきました。松岡さん、お疲れ様です。お疲れ様でした。こちらのサワラ、今日のお土産のお礼に。ありがとうございます。どうぞ。いただきます。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、じゃあ木村さんのとこ持っていくやつを1個ずつ測っていきます。まあ、2.8 キロアップなんで、それをやっていきます。はい、じゃあサワラを出していきます。で、合格したやつサワラたちを入れていきます。当然傷んだなんか網で傷んだやつはのっけて、のハサミにのっけます。はい、でトラックに積み込んでいきます。どんどんやっていこう。はい、で家族のサワラを全部集めて氷していきます。ちゃんと閉めてる。はい、じゃあ全部詰めました。これ明日4時半に起きて持っていきます。島田さん、今日もよろしくお願いします。どうでした、今年は。去年が1200匹だったんが、だいたい倍ぐらいの2200匹ぐらいになってますね。あ、すごいですね。はい。2が2、6、3、14番全部。
はい、じゃあ高松持っていきます。はい、じゃあいつもの木村さんに到着。はい、で冷蔵庫入れていきます。はい、氷水につけていきます。はい、じゃあ今年も安心安全衛生管理抜群の瀬戸内水産加工センターさんで魚をさばいてもらいます。4年前にですね、初めて訪れた時のベトナム人の方々はですね、もう総入れ替えしちゃったそうなんですが、皆さん丁寧に訓練して魚、マコ、白子を取り出してくれます。はい、じゃあ今年もさばきます。それでは4年目4回目のサワラさばきを見ていきましょう。本当にですね、初年度に比べてもうサワラをさばくのこなれちゃいました。もう4年目ともなるともうさすがですね、シャッといってシャッといってペラッと。ちょっと失敗してます。身自体は真っ白でめっちゃうまそうです。はい、じゃああれから帰ってきて船の掃除と残った魚を他に売ったりとか、まあいろんな雑務とか、まあトラックの掃除とかいろいろしてようやく終わりました。今が現在1時でございます。というわけで今年も発売、サワラのたたきセットです。一つ目が美味しいサワラの森を食べられるセットとなっております。内容量がサワラの1匹半分分とサービスでマコと白子がついてます。もう一方がサワラのたたきができるものと味噌漬けが2つついております。美味しい瀬戸内海のサワラの味噌漬けが2つとサワラの約4分の1匹分です。どちらも大満足の一箱となっております。ギフトにも最高ですね。あなたの美味しい夜にお一ついかがでしょうか。まあ堅苦しい感じのはこれで終わりします。発売して4年経つんですけど、本当にこの3年間売り切れですごい大好評で、皆さんありがとうございます。本当ね、商品作ったのが4年前で、なんで作ったかというと、コロナの時期になってこのままじゃサワラ売れないなと思った時にサワラの製品を作ろうって思ったのがきっかけなんですよ。それで美味しいって喜んでもらえるのが最高ですね。さあカッコつけた後はやっていきましょう。で、解凍方法はこのまま冷蔵庫に入れるもよし、入れ物に水を入れて冷蔵庫で解凍するもよし。解凍ができたら開封してお刺身の形に切りつけていきます。切れたら漁師らしくお皿に豪快に盛り付けていきます。ちなみにこれだけあってもまだ半分です。めちゃくちゃ美味しそうです。ここまでできたらミュージックスタート。ドゥ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 、いやー、こんな感じでめちゃくちゃ綺麗に盛れたら、ここにシソ、刻みニンニク、刻みニンニクです。今日は疲れた、ごめんなさい、刻めない。そしてミョウガをドカンと真ん中に乗せて、じゃん、こちら森に合う美味しいハメイポン酢を豪快にかけたら、めちゃくちゃうまい浜湯サワラの森の親、森は隠れてこそ、完成です。はい、というわけでうまそうな浜湯たたきの森セット完成。森に白子天ぷら、なんだ、卵の煮付け、白子のポン酢、味噌漬け、つゆ。それじゃあ出よう。始めようと思うけどさすがに少し疲れてきた。始めようか。はい、それではお疲れ様です。ゴールデンタイム。ああ、ちょっと疲れましたね。こんな時はビールと森で元気をつけたいところです。乾杯。うまい。さあ、揚げ物からやっぱいただきましょう。森じゃないんかいっつってね。じゃあこちらの天ぷらをこちら天つゆにつけて。僕は天つゆ派ですから。いただきます。めちゃくちゃとろける。うまっ。ほんまにサワラの白子ってビビるぐらいクリーミーです。で、味もめっちゃ濃い。急速冷凍してるんでアニサキスの心配がもうほんまにゼロ。僕にはめちゃくちゃ嬉しい。で、こちら白子ポン酢ですね。で、こっちもあんまり火通しすぎてないです。あ、ちゃんと中まで60度ぐらい通ってると思うんですけど、急速冷凍だから大丈夫。うまっ。あ、ネギなかったから失礼なんですけど、シソの塩梅が美味しいです。で、こちらがマコですね。うわ、粒がね、小さいのにしっかりしてて、甘辛いタレとあってうまいです。これご飯とね、この汁ごちゃごちゃに混ぜて食ってみてください。めちゃくちゃうまいから。で、森の前の最後は味噌漬け。まあサワラだったら西京焼きとかって言ったりしますよね。ちょっと由来は分かんないんですけど、うん、サワラのね、ホロホロしてるけどしっかりしてる身一個一個が、これがしっかり味噌の味がね、そこの奥まで染み込んでて、日本酒が欲しくなります。あとご飯、朝ごはんにいいですね。じゃん、
で最後は森です。隠れてこその森、西郷隆盛。さあ意味が分かりませんが見つけていきましょう。すべてのまあニンニクとかいろんなミョウガとかをのして、でこちらうまそう。うん、本当はこぼれか。やっぱ森最高です。この野菜が食えるし、これがねこのサーランの旨味のある肉に合う。薬味がうまいからネギだけで食っても全然うまい。ネギとみょうがしそにんにく、このコラボが大事で、ネギは青ネギが一番美味しいです本当に。いやー今年も頑張りました。皆さん観察中です。でいただきます、言ったか忘れたんで、いただきますしておきます。いただきます。そしてあとはゆるりと。ごちそうさまでした。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。大変だったら、でサワラは730何歩ぐらいで、まあ少ないけどまあぼちぼちってところで、で何より面白かったのがドローン飛ばしてナメソウが見れたりとか、そういうのはすごい楽しかったです。4年ぐらいになるんですよ YouTube 始めて。皆さん本当にありがとうございます。で製品も出して3年4年ご愛顔いただきありがとうございます。で去年はですね 3.4 キロとかの縛りがあったんですけど、今年から大きいサワラも仕入れるようになって、こういう四角目の形とかも入るようになりました。でこういうのが入るとね、あのラッキーと思ってください。大きい方がね美味しかったりするんです。脂が乗ってる割合とかが高くて。でもまあちょっとだけね身が割れたりする時もあるんで、そういうのはなるべく弾くんですけど、まあ天然物なんで多少の個体差はご理解ご了承のほどいただけたらなと思います。で最後に白子とマコに関してなんですけど、今年ねめちゃくちゃマコが多くて、もしかしたらマコマコになっちゃうかもしれません。でいつぞやったったら、白子になるかもしれないし、ちょっとねそこだけ天然物なのでご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。といったところで本日もご視聴ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。はい、じゃあサワラ漁に向けて船を伸ばします。なんで船伸ばすかっていうと、この船底にね牡蠣とかがいっぱい付着するんですよ。牡蠣とかが付着していると船速が遅くなってしまいます。まあその他にもペラ周りとかもねいろいろ直してもらいましょう。でこういうカバーとかも全部外して、こういうのとかもね横の太鼓に巻きつけて、こういうカバーも外します。で網はもう秋から巻きっぱなしです。これねあんまりずっと長い間巻いておくと中のシャフトがね腐っちゃうんですよ。シャフトっていうこの丸いのが中に入ってるんですけど、それだけ気をつけましょう。でここら辺もグリスとか塗ります。さあ久しぶりにエンジンかかるかな。久しくかけてないぞ。メイン入れてレッツゴー。かかり抜群。ここの印に合わせて上げていく。だから押さえとかないか、おらえとかないか。おらえるって言うんですよ。はい、船が登りました。結構汚れてますね。この牡蠣がやっぱりこうなんだろう、水が当たってここで力が加わって船が遅くなるんですよね。ペラひどいな。めちゃくちゃ何かがついてる。でよく巻いてる。でこれも綺麗にしてもらいます。ピカピカになります。でこれが亜鉛って言って電飾を防ぐやつですね。こいつが代わりにね電飾で溶けてくれるんですよ。これがなかったら船がすぐダメになります。はい、めちゃくちゃ綺麗になってます。もうペンキも塗ってくれて綺麗です。で後ろのペラ周りもあんだけね鍵ついてたのにピカピカですよ。で亜鉛も悪かったところは変えてくれてます。はい、じゃあ今から船を下ろすんですけど、この後ろのコロっていうんですけど、これを剣飛びでおらえときます。これおらえとかないと、あのなんて言うんだろう、下のコロと当たるというかね、多分良くないんです。よーし、ほーざーっ降りていくぜ。大船丸。じゃあ入水してエンジンかけます。これでねメインスイッチ入っちゃったらおしまいですよ。あれ入ってんじゃない、大丈夫。ああセーフ。はい、で帰ってきました。沖行くのが楽しみです。この波打つのが綺麗ですね。はい、でカバー外して網露出させて、こちらのパーツクリーナーで去年の汚れを落としていきます。で漁師は絶対ウエスってものを持ってて、いらなくなった、まあ、タオルとかそういう布って意味ですね。これで全部きれいにしていきます。はい、じゃあしばらく拭いてピカピカになりました。片方がピカピカになったということは片方はこうなる。で次はこのグリスを塗っていきます。まあ簡単に言うと潤滑油の固形物です。クリームピーッとのして、でグリグリと塗りすぎても落ちるんでほどほどでいいです。
で、なんでこれつけるかっていうと、あの勇敢をですね、ここにつけて網巻くときに、こう変にね、力が加わったときにやっぱごねちゃうんで、多分それでこういうヌメヌメを塗ってないとダメなんですよ。まあ腐食も防ぎますし、いろんなとこでグリスは使います。